はい、どうもワイワイです。さて、前回の続きですね、やっていこうというふうに思います。前回はですね、このアザミと雑草というところをお邪魔しましたね。まあ、写真を1ページ1ページ復活していく、それがまあヤーニーの目的だったみたいですね。まあ、その先に何が待っているのか、まあ、それも楽しみにしながらの本日もプレイとしていきたいというふうに思っています。まあですね、ちょっとこのアザミの雑草のこの下の方を見ていただきたいんですけれども、ボタンがね、3つありますけれども、余白としてはですね、あと2つでしょうか、まあ、左端と右から2番目ね、ここ中3個の秘密を見つけましたと書いてますね。まあ、これがね、多分アンロックというか、まあ、実績解除の部分につながってくるんだと思うんですよ。で、まあ、これも取りに行きたいなと思うんですけれども、まあ、本日はですね、この先におそらくあるかと思うんで、その次の世界に行ってみたいと思います。これドアでしょうか。さあ行きますよ。これなんかもう取れる。やばい、やに、おー、危ない危ないですね。あの絵かな。はい、さあ本日のチャプターはレールを外れて。さあ行ってみましょう。楽しみですね。行けへんかった。これ行けへんわ。あれ、レールを外れてはいけない。皆さん、ここでしたね。ここ、これ、海、これは入れそうですね。まあ、下のところからこう上に上がる術があったのかもしれないですけれども、まあ、右から上まで曲がってね、で上から降りてきましたところ、ここは入れるんで、いざ本日は海へお邪魔しましょう。ああ、楽しみですね。ああ、海での思い出ということなんでしょうか。の？びっくりした。グロテスクな映像かと思ったわ。あー、ここは少し前回とは違った植物たちが生えていますね。松ぼっくりがちょっと落ちたりしていますけれども、さあ本日もまだ始まりましたね。チャプター2という感じでしょうか。海進んでいきましょう。まあ、今回はですね、秘密、隠された秘密っていうのもね、できるだけ取っていきたいなと思ってますね。お、早速何かこう写真の手がかりになるものでしょうか。あ、何かタコみたいなのをあげてるんでしょうかね。そういった写真の一部みたいなものが見て取れましたけれども、はい、ゲットしましたね。なんて書いてるんでしょう。何かまで、5km と書いてますね。まあ、どこかに行く。お、看板なのでしょうか。こう、ゴミですね。ゴミ捨てのところでも、あこになんか上に引っ掛けるとこがありますね。ちょっと一回上に、あ、びっくりした。ん、あの缶を使えということでしょうか。ちょっと一回あの缶を使うところ探してみましょうか。あ、押せるな。ほう、これはでもジャンプでは上がれない。糸もつなぐことができないと。ということはこっからこう。ああ、なるほど、あの缶がないといけないわけだ。お、今度は上に紐が現れましたね。あれは引っ張るっぽい感じがしますよ。ちょっと引っ張ってみましょうか。はい、オッケー。ああ、危ない。多分ね、これを結ぶ、まず。で、こっち行く。オッケー、ナイス。で、結ぶ。起きたよ。これ、ここでジャンプするんちゃうか？行ってみましょうか。行け！あ、なるほど。そこの上に乗るだけでいいのかな？あら！あ、あかん！あー、やってもた！くそ！いや、これでいいやん。よくよく考えた、これでいいわ。これで登って。ほら！おっしゃ、行った！ナイス！あ、ここに毛糸が落ちてる。よし、あ、取れ、もうちょっとや。よし、よし、オッケー、オッケー、来た。よし、取りました毛糸を。あ、上の方に、あ、先ほど見たタコですね、あれは。ほー、お楽しくなってきたな。多分この感じから行くに、またこれはここで紐を結んで、そして、よし、戻ってきたよ。で、ここ掴んで、ここ上上がっていくんだよな。オッケー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 。で、ここ結ぶと。今日はなんかこのジャンプ台を多く使う感じなのかな。いけ、おっしゃ、あー、外してもた、ごめん。いやいや、ごめん、ヤニごめん。行って、もう一回行って。オッケー、ナイス、ヤニ。オッケー、これでまた毛糸ゲットですね。よし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 。さあ、皆さんいかがでしょうか。ちょっとだけ進んできましたね。パート2になっておりますけれども。オッケー、あ、飛んだ。この世界観素晴らしくないですか。俺はこれ本当に好きですね。おーおーおー、ダメ？え、ダメだったの？さあ来たよ。
こっちから行くよ。これここで話すんかな、もしかして。はい、話せみ、話せへん、話せへん、あ、話せへんねんけど、あ、俺が動かすの、動かせんのかこれ。よっしゃ、行け。これ多分ちょっと上の方にこうやって折ったら、あ、上押したら上行くんだ。あ、なるほど、こうやって避けろってことか。気を上押したらタコがね上に行きます。そして下を押すとタコが下に行くんで、横スクロールのこう回避ゲーみたいな感じですね。なるほどなるほど、そういったこうヤーニー以外のところも動かせるというようなミニゲームみたいなものがあるんですね。あ、ここかな。よし、ナイスヤーニー、オッケー。なんかねこの下にも何か見えた気もするんですけど、まあ、下に降りていくんかな。ほら、あ、ここになんかあるよね。お、あ、ちょっと待って、あ、向こう側にも行けそうな気がするね。ちょっと向こう側先行ってみましょうか。どこに何かあるわけじゃないのかな、隠された秘密があるのかなというふうに思ったんですけどね。降りるだけかな、こっちから下に降りることできるかな。うん、こっから下に降りることはできない。ごめんごめんやに、ごめんごめんやに、ちょ、こっち行こうか。なんもないってことはないと思うんやけど。よし、ただまあね、今のところはさっき進んで行ってみましょうか。これ下行けるかな、下行ける、一回行ってみようか。はい、どうやろう。あ、でも向こう側に海見えてるな。いや、かわいいな。これヤーニーファン出てくるんちゃう。これはアコもくっつけるとこ、アコにでも毛玉があるんよな。あれ欲しいから、あれしかもセーブポイントやな。ってことはまあここにひっつけて、でまあ下に降りるよね。降りて、はい、で降りながらこう飛んでいくんちゃうかな。よし、行くよ。ほら、嘘やん、もうえらいことだった、えらいことだった。ヤーニー、ヤーニー大丈夫。行くよ。ほら、オッケー、ナイスヤーニー、よーし、ナイス。いやー、ちょっとだけ難しくなってきましたね。いや、しかしながらここで止める、オッケー、ここで止める、オッケー、オッケー、いいよ。お、松ぼっくりどうするんやろ。ここ向こうまでやっていいんかな、一回やってみようか。松ぼっくり向こうまでやって、あ、松ぼっくりがあるからこっち届くとか、そういうことかな。オッケー、いった、なんとかいった。危ない危ない、松ぼっくりを駆使していけってことやったんで。敵かカニがおるぞ。あの貝の上乗れんのか。おっしゃ、とりあえずまあこれいって、ちょっとヤーニーの動きを止めて、あ、ちょっと待って、あの貝狙ってるな。これあかんぞ、危ないわ、あいつ危ないわ。ほら、オッケー、危な、あれカニが一応敵なんですね、おそらくは。よし、こっち行こう。これは、これは何なんでしょうか。これもでもくっつけるとこがあるね。もうくっつけてもいいんやけど、まあ、どうなんやろ。あの上にもね、なんかほらくっつけるとこがあるよね。多分これを伝っていくのが正しい方法。一旦これ下見てみる。あ、あこにもある。ちょっと待って、いろんなとこにいろんなものがある。これさ、ちょっとこれさ、ここひっつけといてさ、こういけへん。やばい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 、ぷの、めっちゃ危ないやん。これ何もないかな。もうここやめとこうか、危ないもんな。よし、じゃあこっちから上に行ってみよう。上に行くよ。よし、えい、えい、あー、危ない、おーおおおヤーニー大暴れです。ちょっと待って、一回上に行きたい、上に行きたい。こうこう、そう、行くよヤーニー、行くよ。はい、オッケー、ナイス、上行った、上行ったよ。で、こっからさらに上行くよ。オッケー、ナイス。あれ、下やわヤーニー、ごめんヤーニー下やった。やばい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 ヤーニー、ヤーニー、ヤーニおい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 、ヤーニー、ヤーニー、ちょっと待って、なんか俺見つけたかもしれん。まあ見ててほしいんですけど、あの水の中にね、もしかしたら隠された秘密があるかもしれない。なんかそんな気がするんよ。ちょ、一回行ってみようか。まずここ渡るやろ。で、こっちやねんけど、ここでこのね、下になんかわかるかな、ちょっと赤くこうポン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 ってなんか湧いてきてんの。あれが多分隠された秘密なんよ。だからここにこうちょくくっといて、引っ張れるようにしといて、で思いっきり飛び込んでみる。
これさ、もう一回取ったらもう取れへんのかな。もう取ったことなってんのかな。実はここに何かあってね、勢いよく飛び込んでしまったことがあったんですけど、ちょっともうこれこうやってやってもね、取れなくなっちゃったんで、まあいいか、今はもういいか。板の上の方行こうかね。あの上に行きたいんで一回左戻ろうかな。よし、遠心力全開でいきます。遠心力で、そうそう、オッケー、ナイス、おい、はい、ミス躍動感あるね、やに、いいね、おしです、えいえいえい、オッケー、ナイス、はい、やに来ました、やにシャンプーね。お、大丈夫、やに大丈夫やっちまったみたいな、そのジェスチャーがまた可愛いな、やに。こっちかな、これなんや、これ引っ張るのか。あ、引っ張った、引っ張った、可愛いな、やに、ほんま愛着持ってるな、こいつ。こっちは、あ、こっちにもまた毛玉ありましたね。オッケーオッケー。あ、カモメかな、カモメが飛んでいきました。カモメの巣がここにあるんでしょうか。これなんやろ、これなんか意味あんのかな。なんかありそうやな、これある意味がありそう。うん、わからんね、いいか、今はいいか、あれは置いといて、ちょっとこのね、なんて言うでしょう、橋みたいなとこ、ここに行ってみようか。うん、あれ行き止まりになっちゃったの。で、今気づいたけどさ、海に入って BGM 変わった、これ。めっちゃ俺この BGM 好きやん。うん、行き詰まっちゃったんだ。さすがに下降りるってわけじゃないと思うんだけど、降りてみる。ほら、あ、下降りんねや、普通に下降りていけんねや。なるほどね。うわ、すごい、水や、波が立ってるんや、ここ。ちょっと見て、こうやったらほらさ、なんか水を絞ってる感じになるの分かる、みんな、ほらほら、ちょっと水絞ってるような感じ。これすごいな、海ならではのもしかしたらものなのかもしれないですけれども、ちょっとね、ここにくっつけて降りていってみるわ、下に。ヤニ大丈夫か、ヤニヤニヤニこの BGM が好きすぎて、ちょっとこの海でいいわ、もうずっと終始海でいいわ。じゃあ、ヤニ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 、ここでこうやってやって、次の波が来るの待つ、ちょっと次の波来るの待とうか、ちょっと。よし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 、危ない危ない危ない、オッケー、ここで左にもう一回行くよ、行け、ナイスやに、押しナイスやに、いいよ。あ、これレバーかな、お、引っ張れってことかな、引っ張れるかこれ、ちょっと待ってみようか。いや、でも引っ張れそうにないな、これ引っ張るとかじゃないんか、こっち戻んのかな。ん、あ、さっき言った下側か、こんな近くでヤーニー見るの久しぶりやな。こう右側行ってみようか。あ、これで戻ってくるのな。あ、そうか、戻ってくることには成功したね。じゃあこっちもなんかあるんじゃない、ちょっとこっち行ってみていい。あった、ボタンやラッキー。あ、ほら見て、ボタンがやっぱ取った後もさ、こう赤くチカチカしてるよね、ここ。ってことはさっきのやつも一回取ったらとりあえず死んだって、取ったことになるんだ。よし、行くよ、はい、オッケー、ナイスヤニ、いいよ、一発目ではいいんちゃう、これ。もう一回行くよ、ヤニ、一発で行くよ、ヤニ、行け、おお、ナイスヤニ、おお、行くね、ヤニ今日ヤニ絶好調ちゃうか。もう一回行くよ、決めてよ、ヤニ、行け、あ、ヤニ、あ、ヤニ、おお、行った、ナイス、ヤニ、登れ登れ、オッケー、ナイス。いや、楽しいな、楽しいっていうか、なんかこうほんわかとしながら、こうにこやかな顔になってる俺あ、ここ虫おる、虫おるや、ほら見える、これ、虫、ここにほら虫おんの。これ登れへんのかな、これ登れへんな。おっと、これなんかまだすんのか、あれか、あれでも届かへんよな、あやに、無理やんな。ん、なんかすんだよな、押すんかな、単純に。あ、こうや、ほら、こうでいいんか、これで。あ、でもこれでも無理やんな。おお、なんか意味があるんやな、これ。じゃあこうか、届かへんよな。あ、なんとか届いた、なんとか届きました。あ、そういう意味があったんかな、あれ、合ってんのかな、まず。よし、くじってみるよ、オッケー、ナイスやに、オッケー、いいよ、ここも行って、オッケー。で、あ、ボタンや、ボタンあるわ、ここに。待って、ボタン取らして、ボタン絶対取ってよ、絶対取ってや、やに、やーにー、やーにー、
限りがあるみたいやけど、できるだけ下に行ってデアにこうフラして、いけ、オッケー、ナイスヤニ、ナイスヤニ、よくやった。危ない。あの上に来たんやな。だからあの上に行くために一旦左に行くのは合ってんのかな。ボタンのためだけじゃないんかな。オッケー、よし、ナイス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 。あ、そうかそうかそうか、ここでこんな短い期間にあるのは右側にも行けるよってことか。よし、行ってみるよ。行け、ナイスヤニ、よくやった。おっしゃ、オッケー、危なかったな。あ、これ分かった。これここにこうくっつけて、でここにもこれくっつけて、でこれ飛んでいけってことやな、多分。はい、オッケー、ナイス、いいよ。いや、ちょっと待って、これ楽しいな普通に。あのカモメは何、大丈夫あれ、ヤニ。いけ、おっしゃ、オッケー、セーブポイントきた、よかったよかった。いや、ちょっとだけ複雑になってきましたね、このコースが。あ、これ初めて見た。普通にプレイしてる中では初めて見ました。上に上がれるやつですね、これ。ほら、上に上がれるわ。お、でもここ上に上がって何すんのやろ、こっちか。おっしゃ、なんかめっちゃうまそうなアサリみたいなのあるけど、あ、アサリこれ何持っていけんの。あ、持っていくのか。そうか、ヤニーにはご飯っていう概念がないもんな。でもこれ特に踏むとかじゃないやんな。アサリさ、アサリ持っていくじゃん。アサリ持っていこう。よし、ナイス。大丈夫やり。よし、アサリ持っていくよ。あ、カニ来た。あ、アサリを食べんのか、カニは。なるほど、だからこれでこうやって。ほら、見たか、危ない危ない。なるほどね、カニを土台にしていけってことか。いやー、可愛らしいな、この雰囲気いいな、ほんま。お、機械現れたぞ。あ、カニ来た、守ってんのか、あいつ。ちょっと待てよ、あれでもアコの毛糸を取りたいんやけどな。まあ、とりあえず向こう行こうか。よいしょ、やばいやばい、オッケー。お、なんか、ま、回せる、こうか。お、回したけど、うわ、危ない。おら、お前、なんかできるのか。おら、おら、お前、おい、おい、いた。おい、お前やめろよ、ヤーニーに。あいつふざけやがって。あ、ちょっと待って、アコにアサリあるやん。お、あー、なるほどね、はいはいはい、だから俺動かしたんだ。そういうことか、私には分かりました、やっと。これね、こことここくっつけるんだわ、おそらく。こうやな、オッケーオッケーオッケー。ほんでアサリ持っていけってことや、あれ向こうに。ほんであのカニさんが多分ひょっこりお邪魔してくれんねんで。どう、これで、ほら、あ、アサリを持ってきた、ほら、アサリ持ってきた、アサリ食えやよ。あ、来た。ほら、あっぶな。お、持って帰んなって、お前。おい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 。みんなはどう、こういうゲーム好き。俺が好きで一方的に、なんていうんやろ、どう、面白いやろみたいな感じで言ってるのかもしれんけど、ただまあこうやってゲームをやってる以上ね、1番とか2番とか順位をつけるのはちょっとおかしいと思うけれども、これはほんまにかなり今までやってきた中でも俺は好きな方なゲームやね。うん、それだけは言えるわ。おそらくこうカニさ、持ってけよ、もう帰れ、大切に抱えるかわいいな。ほんでもらうんやな。なるほどね、オッケー、いいよいいよ、ヤーニー来てるね。多分これをまだ使ってさ、あの上にも行くんやね。ほんまよう考えてんな、すごいわ。さあ、そろそろ海も終盤戦でしょうか。あ、何か光が、おお、あれは何でしょうか。あ、少年と少女が向こうを向いてるのかな。右にはバケツみたいなのがあって、潮干狩りでも出現してるんでしょうかね。おお、これちょ待てよ、降りたが最後ちゃうか。行き過ぎた後に降りてみるよ。やばい、ダッシュ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 、あっぶな、オッケー。おやに来るわ、足元、やばい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 、あっぶな。ちょっと待って、ここくっつけておこうか。そうやな、まあ、これ普通にあの真ん中が登っていけるから、危ない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 、登っていくねんけど怖いな。よし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 、ここで一回くっつけとこう。うん、で普通に登っといて、これなんやな。お、
落としたぞ。ほう、ちょっと待って、あれ浮きか。なるほどな、これ使ってなんかしなあかんのか。これちょっともさ、こうやって持っていったりしたらあかん。やっばやっば、オッケー、あかん、やり、いけ、今や、今がチャンス、今がチャンス、持ってくれ、持ってけ、なんか、いけへんやった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 、あぶな、あかん、いやいや、あぶね、おお、なんか、おおおお、ん、どういうことや、ちょっと待って、ちょっと待って、どういうことやじゃないで、どういうことや、危ないな。多分あの浮きがここで下げ、なんかこう上に行くことで、ほんでこのなんか上のレバーが開いてみたいなことやと思う。やっば、これ乗ってないんちゃう。お、あ、すげえ、貫通した。これ乗ってたらやに安全なんか。でもこれを乗ってる状態で動かせへんのな。オッケー、ちょっと待って、まあほんともういらんわ。ちょっと待って、こうくくっとこ、最悪ここに登ってこれるからな。向こうに行きたいよな俺。行くよ、よっ、はい、オッケー、なんとか上がってきた、オッケー、よし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 。じゃあ次は、はい、ちょっとね、間空いてしまったんですけれども、ここから進んでいきますよ。ちょっとよく、俺このまま行っていいんかな、これ下が見えへんの怖いな。頼むぞヤニ、この波行ったら行くぞ、この波行ったらお前波や、今度は行け、乗ってけ、乗ってけ、波乗ってけ、行けへん行けへん行けへん、そこ行けへんわ、行けへんヤニ、あっぱ、上がってけ上がってけ、おお、アップの、おー、ちょっと待てよ、いや無理やんな、無理やんな、あんな高いとこ無理やもんな。よし、やっぱやっぱ、OK、アップの、こうちゃうか、これここ結んでこれ持っていくんちゃう、なんかそんな気せえへん、ここ持っていくんやわきっと、ほら、あー、なるほどね、この浮き降りをしていけってことか、ほらお前そうでええんかやに、よし、これ浮いてくるやろ、浮いてきた浮いてきた、そう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 、そうで、これこっちを押しといて、オッケー、で、ここ乗っといたらいいじゃん。さあ、波来た波来た、ほら、おっしゃ、なんとかったナイスやに、かわいい、いいね、ギミックがいいね、なんや俺、またカニ来ったわ、カニ来った、ちょっと待って、とりあえずあいつ超えるよ、いけ、よし、お、これなんや、檻か、おお、ここにあいつ罠にはめんのか、なんかそんな気するよね。で、そのために右の歯車があるということは、これを引っ張って軽くこう上げるんちゃう、来いよカニ、来いよ、おいカニ、カニ、おカニ来い、カニ来た、ほら、え、あか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 、いや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 、早く引っ張れ早く引っ張れ、いやいや早く、いやいや早く、あれ機械になった機械になった、どうしよう、これは落とすもんじゃないのかもしれない。うん、こうやって行ってこっから、これは渡れへんのよね、結んでへんから、こっからなんかすんのかな、こう、無理か、まあいいか、あれを上げてカニをこっちにやるっていう意図がなんかあるはずやねんけど、ちょっと上上がってさ、左戻ってみよっか、こっち、お、いけるやーに、あ、やーにこれ以上いけへんの、あ、なにこれ、引っ張んのかこれ、あ、引っ張った、あ、おおおおお、動ける動ける、カニが動きております、お、いいやいいや、あかりとか行く、どっか行く、あーあーあー、あかりとか行く、あ、足場、なるほど、あれやらなあかんやつやったんや、俺てっきりあれかと思った、あのボタンのやつかと思った、そして行くよ、オッケー、ナイス、ありがとうな、カニ世話になったな、また来るわ、こっちは、こっち、ん、これは、あ、なんか押せるぞこれ、押す意味あんのか、ってことは引っ張るってこともできるってことな、お、引っ張った、あ、登れるようになった、お、これなんやろね、これ何かちょっとわからへんけど、これもなんかできんのか、お、引っ張った、あ、なんか出てきた上から、あ、紐くっつけられてきた、あ、そんなんもあるんだ、オッケーオッケー、じゃあこれ上がっていって、
うわこの箱とかむっちゃおしゃれやな。最近こんなよく売ってへん、スーパーとかでちょっとおしゃれなやつみたいな。これはあ、携帯も来た、ナイス。よし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 、これって登れる？あ、登れるな。あーあっ、ぶな。おい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 、タイミング逃すな。おら、うわすげえ、ヤーニーヤーニーの遠心力倍や、いつもの。おら、なんかつかめつかめつかめ、おーおーおおおおよかったよかった、なんとかだった。こっちなんもなしな。カモメいっぱいいるね。みんな海好きなんかな。ワイワイはね海好きやけど、奈良県に住んでおりましてですね、私は奈良県は海と隣接してないんですね。よって海がでなかなかね身近に感じられるもんじゃないんで、むしろだからこそ好きとも言えるのかもしれないですね。ん？こっち行ったとしてなんかできる？いや落とせへんよなそれ。ん？あ、カニ来た。カニ来たけどやな、カニめっちゃいるやろ。ほら下見て、意外とカニめっちゃいいねこれ。うわ、あっぶな。ここ伝っていけってこと？あっぶな。あっぶね今の。戻ってきましたよ。ってことはあの足場をなんとかする方法が必要やねんな、ほんまは。あ、ヤーニー、ヤーニー。お、まあ普通に行くか、普通に行こう。よし、一旦普通にもう右側に渡りたいと思います。特にあのリボンもない感じやしね。できるだけ下まで、危ない。降りて遠心力をフルに使って、ヤーニー、もうちょっとしちゃいけんじゃん。おいし、行くよ、遠心力フルに使うよ。おら、行け、ナイスヤーニー。おら、行った。あー、危な、あのカニ危なかったわ。よし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 、じゃ次やね。お、これまた謎っぽい感じですね。これ開くんかな、なんか開く気もするな。こっち行っても特に何もないもんね。あ、なんか絡まってもうた絡まってもうたやけど、これ引っ張るのかな。いや、でもこれ引っ張るって言ったってやんな。これさ、こうやって押す、こういうことできんねんけど、単純にこれここに乗んねんけど、これをくくりつけてしまって、でこっちに行くやんか。でここに乗ったらなんかね、あの木の丸太だけちょっと変わった動きをしよるんですよ。お、来た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 、ほら、こう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 お、いたいた、ナイスヤニー。おーし、これで一旦セーブって感じかな。うわ、現れた船や、船来ましたね。さあどうしますか。とりあえずここ上がって、あ、上になんかあるぞ。これじゃあさ、多分ここをくっつけて、でここも上がっていって、でくっつけて箸にしちゃうよね。これジャンプでいけるようになったはずやから、ジャンプで、お、いって落としちゃうんかな。これ落としちゃっていいんかな。一回持っていってみようか。おーおーおおお、ん、落ちきらへんのか。ん、ちょっと待てよ、これなんや、これ、お、ん、あ、これで上に行けるってことか。なるほどね。んで、あっちか今度は。はい、うわー、上伝っていくんだ。行け、やり、よーし、いいぞ。降りるかな、もうちょっと慎重に降りていってみよう。あ、あった、うわ、見せた、あこに引っ掛けたらいいんやな。あ、全体像見た。オッケー、了解了解、よー、はいはい、よいしょ、オッケー、ナイス。お、さらに上行けるぞ。はい、オッケー、ナイス。おお、いいよ。はい、オッケー、ナイス。うわー、なにこれ、わー、やった、やーに、マジかよ。いける、なんとかだれ、オッケー、なんとかった。まさかまさか右にボタンがあるとはな。よかった。ちょっと待って、戻らせてもらっていい？ちょっと正規のルートで行っていいまさか右まで行く思わへんかったから。よしよしよし、戻ろう戻ろう。あ、戻れへんわ。あれ、でもこれで終わりか、これか。あ、これ引っ張れてか、これ。いいよ、引っ張ろう。じゃあ、はい、あ、来た、エンジン動いた。あ、
紐かなんかこれ切らなあかんな。今度はじゃああれか、これか、これなんやろ、これなんかできんのかな。あ、これ引っ張る系じゃないな。あ、引っ張る系、これ、おー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 、大丈夫かヤリ、ヤリ大丈夫か。おい、やばい、スピード感半端ない。ブルルルってブレてるもん。ブルルルってブレてない画面。やばい、これ俺動くのか。ん拍手じゃない、拍手じゃない、やったやったじゃない、やったやったじゃないって、かわいい。あ、ちなみにね、歩くっていうコマンドを私知りました。コントロールを押しながら動くと、ほらゆっくり歩きよるんですね。これもあるってことですね。普通に動かしたら走っちゃうんですね、逆に言うとね。さあ、あ、ベンチが見えてきましたね。あ、来ました、なんか看板にあったところですね、これ。あ、あれあれか、今度はあのワッペンみたいなやつが集めてる、求めてたものなんですね。あ、取った、ヤニ見せて、それヤニ見せて、見せてヤニ、それ。あ、うわ、今度はむっちゃ大切にしよる。うわ、かわいい。てっきりプロレスのあれか思ったわ。あ、貼り付けた。さあ、どうかな、思い出の写真たち蘇ったかな、アヤに。さあ、では早速見てみましょうか。海、あらゆる心配事やあらゆる問題とは全く無縁の地、それは宝物です。あー、タコね、タコあったな、上下にこう行くタコあったね。あー、こういうなんかもう右のこの足だけ見せてる写真とか、もう完全にインスタって感じするね。あれ、これ右のやつ何、クラゲ、あ、このおったかな、カニはいっぱいいたもんね、でもね。あー、すごい、こうやってなんか撮ってるんだ、カニさんとか撮ってる、これね、カニおったね。あ、こう見たら可愛いな、カニな。あ、これは何か荷物して、ちょっと待って、ここにあるやん、あの金魚のワッペン。うわ、すごいな。